ファーヒルズパクセリ選手権3日目23日パロスベルデス GC カリフォルニア州6447ヤードパー71切磋琢磨してきた仲間と共にリーダーボードを駆け上がった44位の西村ゆなと56位の古江彩香が2サムでプレー日米合わせれば2022年トートージャパンクラシック以来 米メンバー入りしてからは初めてというラウンドが実現ともにトータル4アンダー15位タイまで伸ばした前半で3連続バーディを奪った古江に対し西村のバーディは1オンチャレンジに設定された5番パー4の1つのみだったティショットがガードバンカーに捕まったがあのバンカーには入れたくないと思っていた まずまずいいバンカーショットができたので切り替えられたと4メートルに乗せてバーディを奪ったもどかしい時間を過ごすと12番で3パットのボギーそしてこれが切り替えのきっかけになる13番で難しいホールでバウンスバックできたのも良かったと6メートルを流し込むと14番15番ではショットをピンに絡めてバーディ 16番パー5ではバンカー越えのショートサイドという難しい位置からのアプローチが残ったが、セーフティーに寄せて3メートルを決めた。4連続バーディとなり、嬉しかったです、とニコリ。5バーディ1ボギーの67をマークした。正直、インコースでこんなにたくさんバーディを取れると思っていなかった。満足いくプレーだった、と振り返るバックナイン。 このチャージについては、うまいなぁ、と思いながら、これについ抵抗とラウンドしていたし、お互いに集中してできたんじゃないかな、という震えの存在も少なからずある。初日から30、32パットだったグリーン上は28パットに改善した。もうちょっと回転を良くするためにはどうしたらいいかを考えたり、 スピードのコントロールができていなかったので意識しながら、という前日の練習が走行。この交換色とともに、首位の背中を追いかける。強風の予報なので難しいラウンドになると思うけれど、しっかり集中してあと1日頑張りたい、と見据える最終日。またも震えとサムとはならず、西村は震えの1組前だ。先に殺走。 殺走、と駆け抜け、リーダーボードのさらに上に名前を載せたい。